最初は変化球できました。はい、エルカチャンネルの師匠です。今回の動画なんですけど、コロナウイルスで延期してましたプロ野球が始まりましたね。野球が始まらなかったので、家でですね、野球ゲームばっかりしてます。好きな球団っていうのが楽天が昔から好きです。なのでゲームで使うチームも楽天なんですよ。強い雨がグラウンドを濡らします。まもなくゲームが始まります。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。で、気づいたら楽天の選手がほぼいないです。全部オリジナルキャラになってしまいました。楽天という名前だけの使ってやってるんですけど、毎回やってて思うのがですね、デッドボールっていうのが出るんですよ。で、それで一塁に進むんですけど、あ、これ乱闘とかあったら面白くないなんて思っちゃってですね、実際のプロ野球でもたまにあるじゃないですか。あんなのができないのかななんてふと思ったんですよ。今やってるプロスピにはそれはないので、ネットで探したらですね、ありました。昔のソフトなんですけど、ファミコンで出ていた野球ゲームなんですけど、こちらがですね、2種類見つけたんですけど、乱闘のコマンドがありました。ということで、ちょっと見てみてください。エルカチャンネル。Thank you.
エルカチャンネル。はい、どうだったでしょうか。実際乱闘があってましたね。まあファミコンのソフトなんで、プロスピを見た後だとですね、わチャッチーなんて思うんですけど、それでも乱闘っていうコマンドが入ってるっていうことに驚きでした。あったら面白いよねぐらいの冗談で言ってたのが、実際にファミコンの時はあったんですね。今やってるプロスピとかでも入れてほしいな最悪強制終了みたいな感じで試合がっていうのもありかなと思います。エルカチャンネルということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。